島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は自律神経をコントロールする方法についてお話をしたいと思います。自律神経には、交感神経と副交感神経があります。で、副交感神経の方はすごく体がリラックスしている状態の時ですね、有効に働く神経になります。緊張してたり、怒ってたり興奮してる時は、交感神経の方が優位になります。落ち着いてる時は副交感神経が優位になります。で、この副交感神経を優位に、する方法ですね、自分でコントロールして優位にする方法として、深呼吸があります。大きく息を吸ってですね、大きく吐くという深呼吸ですね。呼吸をゆっくり深くゆっくりする方法をとると、副交感神経が優位になると言われていますので、例えばちょっとこう興奮してて寝つきが悪い時などですね、あとは緊張感がちょっと強い時などは深呼吸をしてちょっと調整してみてください。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。